はい、そしたら僕が、まあ、もう2時間も少なかったんですけど、そうですね、負けつないよく負くことができたかなという気がします。そうですね、今年の竜王戦の本戦で戦えることを嬉しく思いますし、そうですね、まあ、上を目指していければなというふうに、はい、思います。今日の対局も、先手局で非常に力強く刺されて、そうですね、普通、まず死ぬない場面も、そうですね、あったような気がします。ちょっと指し直し局は序盤でうまく指されて、そうですね、ちょっと勝負どころがなかったような気がしています。序盤で細かく藤井さんにうまく指されてしまったかなという、はい、本当に今日の将棋をうまく指されて完敗かなというふうに感じています。